こんにちは、ヘタレ B-Boy です。モーニングルーティーンを撮りたいと思う今日この頃します。やっぱ YouTube やってる方、皆さん一度は思ったことありませんか？モーニングルーティーン撮りてーって思いませんか？僕は思いましたよ。モーニングルーティーン、だってモーニングルーティーンなんてさ、イケてるオシャンティーなやつがやる代名詞というか、女なんざ絶対やるやんけなあれ。全員同じような内容ばやめましょう。女性の方絶対やりますし、男性の方もね、なんかちょっと透かしてるような男はやるよな、モーニングルーティーン。でも僕もやりたいんですよ、モーニングルーティーン。別に透かしたいとかそういうわけじゃないですけどね、一回くらいやってもいいんじゃないかなと思いましてね。でもやっぱ普通にやるのはちょっとこっぱずかしいし、つまらんわけっすよ。普通に僕の朝のやることを動画で見せたってなんも思んないということなので、今回はノンフィクションモーニングルーティーンにフィクションを加えた、意味がわかると怖いモーニングルーティーン、これをやっていきたいと思います。そんな期待しないでください。一番企画名キャッチーなのが、意味がわかると怖いモーニングルーティーンだったんですけど、そこまで怖くないかもしれんわ。で、あと、そんな深くもない。まあ、簡単に説明しますと、今から僕がね、モーニングルーティーンの映像を流します。ただこのモーニングルーティーンの中に、ある意味怖い、もしくは面白いみたいな感じのルーティーンがパッて出てくるので、それを皆さん何個気づけるか、ぜひ当てていただきたいなと思います。意味がわかると怖いで言ってるんですけど、パッと見で大体わかるようなやつしかないんで、気づくと怖い。怖くもないんですよね。気づくと面白いモーニングルーティーンかもしれないですね。全然ちゃうやんけ。ということで今回こちらの企画やっていきたいと思います。何個皆さんはモーニングルーティーンの中にある怖いところに気づけるかな？ということで早速映像をご覧いただきましょう。どうぞ。早速僕のモーニングルーティーンを見ていただきたいと思います。モーニングルーティーンはオシャンティーなイメージがあるので、今日の僕の名前はダージリン中澤です。朝7時、小鳥のさえずりとは相反する iPhone のアラーム音とバイブを鼓膜に感じながら僕は目を覚まします。基本的に僕は朝10時から11時の間に起きています。でも今日はモーニングルーティーンというおしゃれコンテンツなので、朝7時に起きました。ごめんなさい、本当は朝7時ではなく10時頃に今日も起きました。起きてから僕が最初にすることはなんとしょんべんです。しょんべん、おしっこ、すなわち尿とは腎臓で血液がろ過されて作られる排泄物質です。これを出さないとなんかムズムズします。しょんべんの後は歯磨きをします。私ダージリン中澤はおタバコをたしなんでいるので、しっかり磨かないと歯が黄色くなってしまいます。歯磨きは大事だよ。歯磨きの後はシャワーを浴びます。普段は朝シャワーを浴びることはないですが、今日はたまたま前日の夜お風呂に入ってなかったのでシャワーを浴びます。ここで僕の使ってるお風呂道具を紹介します。まずシャンプーはエイトザタラソ U CBD& リフレッシングクレンズ美容液シャンプーを使っています。トリートメントもシャンプーと同じエイトザタラソ U の CBD& バラシングダメージリペア美容液ヘアトリートメントを使ってます。 CBD に惹かれて買いましたが、品津川さねみくんの顔や体のように傷だらけで痛みまくってる僕の髪でもしっかり泡立って洗えるのでおすすめです。ただ値段は高めなので貧乏人には厳しいかもね。洗顔にはサラダ油を使ってます。テカテカになります。お風呂から出たら髪を乾かします。髪は女の命とか言いますが、僕の友達のステファニー君は包茎です。この間行ったラブホのドライヤーがうちんちのドライヤーより優秀でちょっとうざかったです。よそからぜ止まる記念は無事かまするついてこれんか LINE もファンめんどくせえな指示とされ汚なずのプレイヤー You just like a D is not my shit 下見えなのれこれ JPO 誰かのディス気にしてねえや俺らが金文句はねえな。次は洗濯をします。皆さん意外かもしれませんがダージリン中澤も洗濯はします。
一人暮らしを始めて自分で洗濯するようになってもう4年経ちますが、未だに柔軟剤が何のためにあるのか理解できてません。なんとなく入れてるだけです。洗濯が終わるのを待ってる間にマスターデュエルをしたりタバコを吸ったりします。今日はしてませんが、ムラムラしてたらこの間にしこってます。洗濯が終わったので洗濯物を干します。干し終えた洗濯物はいい匂いでとても気持ちがいいですが、干された芸能人は何かと YouTube に進出してきます。 YouTube は芸能人の物干し竿なのかもしれません。ヘドが出ますね。以上、ダージリン中澤のモーニングルーティーンでした。3, 2, 1, YO! サンディエゴ OK! はい、ということで中澤のモーニングルーティーンでした。皆さん、怖いところ何個見つかりましたか？エンディングの時に僕の用意してた答えを一応書くんですけど、僕の答え以外にもこのモーニングルーティーンで何か怖いところありましたら、ぜひぜひコメント書いてください。よろしくお願いします。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。Pomeranian, out, 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 out